渡嘉敷選手に来てもらいましょう。おめでとうございますと言っていいですね。おめでとうございます。渡嘉敷選手ありがとうございます。まず何よりも今日の試合の感想をお願いします。すごく楽しかったです。はい、ということです。まあでもやっぱり負けず嫌いの集団だと思いますので、この悔しい気持ち次どうやってぶつけていきたいですか？それはもう年明け早々の皇后杯、皆さん来てくださいねということです。今日こうしてですね、たくさんの方に20周年ということもあり、たくさんの方に来ていただきましたけれども、ぜひこの場で会場の皆さんにぜひメッセージをお願いします。皆さん今日はありがとうございました。20周年ということもあるんですけど、まだまだ女子バスケットはこれから盛り上がっていくと思うので、皆さんの力が必要です。なのでこれからも応援よろしくお願いします。 MIP